これから久しぶりにタバスコを作ろうと思っています。これがいただいたメキシコ産、種を久米島で栽培したという、まあ、唐辛子でしょうか、青唐辛子みたいな、とても硬いです。でこれを刻んでフードプロセッサーにかけます。材料をフードプロセッサーに入れました。これから、フードプロセッサーでしっかりと、攪拌します。以上。フードプロセッサーで細かくして、そして網で、この網で、そしてここの容器に取りました。これを、何ですか、使う時の容器に移し替えれば完成です。以上です。ノブヤンオリジナルタバスコが完成しました。少しオレンジ色の前に作ったタバスコがオレンジ色だったんですね。それでも少し残ってました。全く気にしないで次の入れました。もうこのままでも使えますが、2週間ぐらい寝かすと辛みが増すと思います。タバスコ完成。